どうも皆さんこんばんは、オカミのチャンネルへこそ。本日はオキシゲンノットインクルード宇宙を目指して、やっていきたいと思います。さてそれで今やるべきことは、とりあえず電気を確保しつつ食料を賄って、あとねやっぱり移動問題を絶対どうにかしないといけないと思うんだけど、これってここに浴衣タイルの代わりだから、こう、まあ、ここは無理だとしても、ここなんで無理なんだ。逆に移動中鎖交、移動チューブ交差、通常のタイルしてもチューブ交差壁通して接続できません。このまま断熱材、軟化加熱性、このままいけるのかな。でも47万でしょ、多分足りないよねこれね。100使うんでしょ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,30,40、あ全然足りないね。ということはとりあえずあれだ、まずはやっぱり石油のここの安定確保が極めて大事ってことか。そういうことだよね。あとそういえばすごい面白いのがあって、なんだっけな、なんか病気に関して根治治療がどうのこうのみたいながコメントいただいててここのなんだろう、うちの頃に病気と思ってもう病巣っていうか病気じゃんと思って、まあすごい悪化してる病気状態なんだろうな、ベテランの人たちから見たら、やり込んでる人たちから見たら、一人で笑ったりしてた。まあいいや、それよりもまあ本当我ながら病気だよね。このまずいもんね、 まずな自分でまずいと思うのこのチューブのこのもう気圧の道とかがもう迷路だからね、ひどいでしょこれね。まずいわこれ本当に。でもとりあえず今はそうするしかないね。あとここもねやっぱり絶対不機嫌が多いから行かせないといけないんだけど、あそうだ、もう一つあって、この辺まあもう使わなくなったんだけど、断熱パイプにして熱から守ったらどうですかって言うけど、まあ当然じゃないと思ったけど見たらさ、断熱パイプじゃないのね自分のやつね。でも断熱パイプでも壊れたのだっけ、よくわかんないや、あんまり覚えてないけど。熱問題ね、そう熱もまずい、一番熱まずいと思うっていうのがあって、なんかタイルを二重にしたら守れるみたいなことがあったけど、ドアとかタイルとかって二重効果って意味あるのかな。まあまずいよね、そもそもまずいよね。どうしようかな、バッテリーでしょ、鉄とか銅は少ないからバッテリーに使えないんだよね。ねまずはここのチェックだね。2.9 民してこれが復活20、あと25サイクル生きる、これが6サイクルで復活してる、あと20サイクルぐらいでここをどうにかしたいんだよな。どうにかもこうにかもないよね、待つしかないと思うんだよなこればっかりは。多分とりあえず水をやりつつ、だよね。とりあえずこれどうにかならないかな。多分遠すぎて直しに行けないんだろうな。
期限だと全然たまらないよね、不機嫌だと。ちょっと待って、牧畜の人を増やそうか、それともちょっとスローにさせて。ただでさえスローの進み具合だけど、優先度、牧畜わ、でも2人いるんでしょ。片付け優先もしてるけど、ああ操作優先にしてるんだ。これさ普通にしてさ、これで牧畜行かないかな。電気がないから行かない感じ。どうなんだろう。優先度高いんだけどな。ここはどうなってるの。あ、二酸化炭素も吸っちゃってるけど、まだ蒸気が出てきてるんだよな。これなんでかな。あ、もしや、ちょっと待って、140度の二酸化炭素でしょ。でも同じ温度だから大丈夫だと思うけど、ひょっとしたらだけど、断熱にしないから混ざってるどっかで。そんなことないよね。多分大丈夫だと思うんだよな。これを9番にして、いや、やっぱり問題は電気もそうだけど、ちょっと電気入れようか。まだ石炭が 29.8 あるから、もうあと何回かは使えるから。で、食料が溜まってきてるから一回鳴らすのやめようか。ここの牧場は、まあ、窮屈、あ、窮屈か。繁殖91、57、16歳、29歳、19歳、54歳って考えると、まあ今、いや、卵を産むかもしれないけど、54歳、いや違うね、若い方いっとこうか。かなー。あとはこれを戻して、石炭もうちょっとだね。とりあえず動いてるからいいかな。戻そうかな。12、15、あ、増えてるね。とりあえず増えてるなら OK。 肉を掃除して、あ、あとこれさ、砂と砂岩って違うんだね。か、これで砂岩になると思ったけど、砂岩の代わりにならないような話があって、これそうなの。砂岩と、ちょっと待って、農業でしょ。砂って項目があるの。砂、
スナって別なの？あ、別だわ。なるほどね。危なかった。これ砂ダメね。ということはどうしようもないか。さて困ったね。ここの不機嫌どうにかならないかな。ああ、まあちょっとずつ。この堆積岩って餌かな。なんか時々怪しい修理とかしてそうで怖いから、たまにチェックしないと。多分餌だよね。餌入れてくれるだけでしょ。ああ、そこやっちゃうんだ。ああ、でも優先度7だもんね。仕方ないか。まあこれも切らすわけにはいかないしな。まあやむなしだよね。これ1匹あたり計算はできない割にはちょっと見てみたいんだけど、1秒間にどれぐらい排出してるんだろう。どれぐらい出すんだろうな。全然溜まってるように見えないんだよな。石油でしょ、59キロでしょ。全然少ないし、だってこれと考えたって1000とか欲しいんだからさ。やっぱりこれでガシャガシャ使わないと無理なのかな。なんかまずい方向に進んでるような気がしないでもないけどな。ここもさ、溶け出してるんだよね。これどういうことなんだろうな。ここドア2枚とかにしといた方がいいのかな。ここドア2枚だってもう上がれる。あ、一応通れるのか。ちょっとそうしてみよう。多分大丈夫だよね。で、ここに移動できるね。オッケーオッケー。二重にしたら意味あるのかな。さて、あー欲しいな一人。いやでもどう、あでも畜産7とか言ってるんだけど、ちょっと待って冷静に考えよう。畜産7、実際普通どんな感じなの。みんな畜産5。あ、7って結構すごいんだな。まあでも5、2人いるから、食料問題もあるからまあいいかな。とりあえず様子、いや12人欲しいけど、どうしよう。でもカロリーもすごい増えるわけだよね。減少2000、3000、結構な勢いで減るねカロリー。1人増やすともっと減りの方が早いわけか。でも人手は欲しいわけ。いやどうしよう、悩むな。ちょっと次回までに考えよう。はい、それでは本日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オカミでした。アディオス、アミゴス、またね。